お腹が空いてるもんですから口へ見せた途端に、それを欲しいって感じで突っ込んできましたので、あの生きてる鳩の方が美味しいはずなんですけども、まあ一応、明日も飛ばなきゃいけないもんですから今日餌の量をちょっと少なめにします、皆様長い時間お付き合いいただきありがとうございました。以上で実演を終了いたします。門下生は整列してください。最初にあの振り替えを披露いたしました、篠田高情報と、大高も無事戻ってまいりましたのでご協力ありがとうございます。ご苦労さん。ご苦労様でした。ありがとうございます。まあなんとか無事にちょっと少し時間かかりましたけれども、無事に、着くことができました。あそこに見えますあの電通の本社の一番上にちょっと光あの赤い光が2つございます。あの上にですねちょっと光ってるところがございますが、電通さんもですねもう年々いろいろとあの お金をかけていただきました。かなり高いあそこに、鷹が飛べるような台をですね構築していただきまして、そこからこの浜離宮がちょうどこう一望に見えるようにしていただいております。まあ長い間で電通さんにも本当にお世話になっておりまして、ここを改めて、感謝申し上げる次第でございます。それではね、じゃ最後本日はご観覧いただき誠にありがとうございました。私たち諏訪流法要術保存会は日本の歴史ある鷹狩り文化を伝承するため努力してまいりますので、今後ともご理解ご支援のほどよろしく申し上げます。それではこれより鷹と門下生が近くに伺いますので、写真撮影ご質問などご自由にしていただければと思います。